ミスターグリーン放送局。こんにちは。ミスターグリーン放送局始まります。今日は11月16日に発売された新商品をご紹介したいと思います。はい。それがね、これ。中を開けていくと、ホームポットミニでーす。はい、こんな感じで、ミニの、こちらには、文字、書いてありますね。ちょっと変わった、フォントになっていて、こっちにもミニのフォントが書いてあります。上を見ると、こんな感じ。ではね、開封していきます。自分が一番最初にレビュー動画を上げたのが、Apple のホームポットだったんですよ。なのでね、本当に、これは楽しみなね、商品ではありますね。これ借りたものなんですけどね。はい、開封してきます。ピリピリしてきます。はい。はい。はい、こうやってやるのかな。実際に出てくるパターンだ。おー、ドキドキする。ドキドキする瞬間。はい、出ましたちっちゃちっちゃいですね、やっぱり。おお、え、すごい、なんか野球のボールみたいな。他の YouTuber さんも言ってましたけど、ソフトボールみたいなね、大きさの。すごいちっちゃいですね。で、これで本当にパワフルなね、音が鳴らせるっていうんだから、すごいですよね。うん。付属で付いていたのが、ホームポットミニって書いてあった。この、説明書と、まあ、こういう感じのもの。あとはこれと、あとステッカーも入ってましたね。あとは USB-C のアダプター入ってます。これ 20W のやつかな。ではね、そう、このね、ホームポットミニと、あとこれがね、元祖ホームポットもあるのでね、音質の比較とかもねしていきたいなというふうに思います。まずはね、このホームポットミニと iPhone を接続していきたいと思います。よし、ここも開けて、うん、開けます。ケーブルはね、こんなね、感じで、丈夫な感じのケーブルなんです。結構長いですね、思ったより。思ったより長いです。うん。これが、さっきの、このケーブルに挿して使いますね。うん。今、ホームポットミニを電源につなげます。はい、今、つなげました。えい。光ってる。使ってます。おお、結構大きな音鳴りましたね。ではね、ホームポットの方設定していきます。はい、ホームポットミニが出ました。設定でマイホーム、リビングルーム、一緒にしておきますか。とりあえず続ける、統一する、設定を転送。はい、ホームポットを枠の中央に入れてください。あれ来た、うん、設定中ってなってますね。今設定が終わったみたいですね。こんにちは、私はシリです。ホームポットへようこそ。見えないかもしれませんが、今手を振っているんですよ。私に指示を出すときは、ヘイシリと話しかけてください。さあ始めましょう。次のように話しかけてください。ヘイシリ、どんなことができるの？ヘイシリ、どんなことができるの？私はいろんなお手伝いができます。例えば明かりをつけたり、ニュースを読んだり、また天気を調べたりすることができます。それでは試してみましょう。このように話しかけてください。ヘイシリ、音楽をかけて。
Hey Siri、音楽をかけて。わかりました。あなたのために厳選された音楽をお届けします。音でかっ。音でかいっすね。すごい。じゃあちょっとね、ホームポットミニとホームポットの音質の違いを調べていきたいと思います。すごいパワフル。音下げないとダメなことですよね。おお、結構ね、低音がズシズシくる感じはありますね。パワフルです。まあ、この音楽だけだとね、わからないこともあるんですけど、非常にいい音を鳴らしてますね。なんか普段使いにいいかもしれないですね。デスクの上とかに置いて BGM 風に流してみたりとかね、そういう時にいいかもしれないですね。勉強とか仕事をしつつみたいな。今が元祖ホームポットの方ですね。やっぱりズシズシ感、重低音はこっちの方が強いですね。非常に強めではあります。うん、ミニと比べてね、音質の幅が広いのかなというふうに思いますね。この音楽だけだとね、本当に分かりづらいんですけど、でもやっぱりなんか音の幅が広いですよ。それこそね、大きい部屋とかね、向いてるのかなと思いますね、ホームポットの方は。ミニはね、どっちかというと、まあ、作業部屋というかね、仕事部屋とかで、なんかすごい、あまりね、強い音じゃなくてもいい時とか、BGM 風に流したいなっていう、軽くなんか聞き流したいなっていう時にミニの方が向いてるかもしれないですね。音楽をね、まあ、しっかりライブみたいに聞きたいっていう時はこっちのホームポットの方がいいかなというふうにも思いますね。こんな感じでね、ステレオで聞くこともできました。ミニとね、ホームポットのね、ステレオで聞くこともできるんだなっていうふうに思いました。このね、大小の機械は違いますけど、こんな感じでね、音楽をミニとホームポットでステレオで聴くこともできます。いいですね、非常に。はい、というわけでいかがだったでしょうか。他にもね、もちろんこんな機能も使えます。 Hey Siri、 今日の天気は現在一時曇っていて、気温は13度です。今後は曇りになりそうです。午前以降は晴れで、今日いっぱい天気が変わりやすいでしょう。今日の最高気温は20度、最低気温は10度でしょう。私の気象データは、ザウェルチャンネルから提供されています。あとは、ヘイシリ、タイマー1分。タイマーを開始します。あと面白いので言うと、 Hey Siri、 スティーブ・ジョブスってどんな人？スティーブのことを尋ねてくださってありがとうございます。 apple.com に彼についての詳しい情報があります。Hey Siri、 歌って。わかりました。5本、ララ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 ラ今日は声の調子がいまいちです。またの機会にしましょう。すごいね。歌ってくれるんですよね。こんな感じで。はい。お茶目なホームポットミニになっています。おー、また音楽流れてた。以上、今度がよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよならー。